今日はくまモンでおなじみ熊本県から泉裕樹所長をお迎えしています。熊本上海事務所の泉です。今日はよろしくお願いします。早速ですが、熊本県はどんな場所ですか？熊本県は日本の南西部、九州の中央に位置していて、人口170万人のところです。で、熊本の郷土料理にはタイピーエンという春雨のスープの中にたっぷりの海鮮や野菜が入ったものがあるんですけれども、それは100年近く前から中国から伝わったものというふうに言われています。熊本の郷土料理と中国にゆかりがあるなんて驚きました。はい、ゆかりといえば泉さんも上海とゆかりがあるんですよね。はい、2009年に民間企業の語学派遣で初めて上海に来たと伺っています。その時の第一印象を教えてください。非常に活気がある街だなというのが第一印象でして、虹橋空港にまず降り立って市内にこうタクシーで向かっているとですね、右も左も高層ビルとか高層マンションが立ち並んでいて、でホワイハイルーの商業施設 そのスクリーンに映る広告もすごく大きくてですね、すごいその中国の経済のこう元気さを感じたというのが印象でした。なるほど。その留学の後帰国して、そして熊本県庁に入職、その時にご家族と一緒に熊本に移住されたと伺っていますが、こちらはなぜですか？はい、妻が熊本出身でして、で帰省するたびにすごくいいところだなというふうに感じたからなんですね。で熊本にはそこら中に温泉もあって、車で1時間圏内に山も海もあるんですね。ですごくいいところだなと思って癒されたので、移住して転職したいと思って県庁に入りました。なるほど。そして今は上海在住ということで、上海事務所の所長になられたきっかけは何でしょうか？はい、もともと移住するくらい熊本のことが好きなので、もっと多くの人に熊本の良さを知ってもらいたいなと思っていました。で、自分が留学をしていた経験ですとか、中国事業に長く携わっていたということもありましたので、それであればこの経験を生かして、熊本上海事務所で仕事をしたいと思って希望をしました。それではその熊本上海事務所の主なお仕事を伺ってもいいですか？はい、大きく分けて3つありまして、1つが、中国の方々に観光に来てもらえるように熊本の魅力をお伝えするということ。で、2つ目が熊本県産品を中国でこう販売が増えていくように後押しをしていくこと、で3つ目が熊本と中国の交流を促進することですね。日系企業が上海でビジネスをする、その最大のメリットは何だと思いますか？経済が発展していて、衣食住などの生活環境も良くて、で中国各地へのアクセスもいいところというのがメリットかなと思います。でそうした環境の中で外資系企業が長らくビジネスを行ってきていたことですとか、日系企業の数が多いこと自体がやっぱり新たに進出する日系企業にとっても安心材料になっているんじゃないかなというふうに思います。先人たちの功績に感謝したいですね。はい、それでは泉さんに上海事務所を紹介していただいています。VTR をご覧ください。こんにちは、熊本上海事務所の泉です。こちらの熊本上海事務所は熊本県と熊本市の共同事務所になっています。皆さん熊本と聞くとくまモンのことを思い浮かべると思いますが、熊本にはくまモン以外にもたくさんありますのでご紹介したいと思います。どうぞ。熊本はアニメと縁の深い地域なんです。ワンピースの作者の尾田先生、夏目友人帳の作者の緑川先生は熊本出身で、クレヨンしんちゃんのしんちゃんのお母さんのミサエも阿蘇の出身です。2016年に熊本では大きな地震が発生したんですが、その時にはワンピースの作者の尾田先生からこのように必ず復興のお手伝いをしますというお手紙をいただきました。これをきっかけに熊本県とワンピースでこう連携した熊本復興プロジェクトというものをスタートさせまして、県内各地の地震の被害が大きかったところを中心にワンピースのキャラクターの銅像を設置して、ミニフィギュアも販売をするというような取り組みをしています。続いてクレヨンしんちゃんのご紹介をさせていただきます。しんちゃんのお母さんのミサエが阿蘇の出身ということもあって、クレヨンしんちゃんの作中にも熊本が舞台になった話が何回かあります。みんなで温泉に行ったり阿蘇の山に行ったりしている場面もあるんですよ。そういう縁もあってしんちゃんは熊本地震の復興をお手伝いする復興応援隊長に就任してくれました。このしんちゃんとくまモンをコラボしたような人形も生まれました。こちらが事務室の様子です。5人もいますのでみんな賑やかに楽しく仕事をしています。
こんにちは。大家好。こちらの事務室で熊本の観光情報や県産品を中国の方々にご案内するための戦略を練っています。私は今、上海から熊本に向かうクルーズ船の企画の仕事をしています。上海から熊本にもクルーズ船が通っているんですよ。欢迎大家来熊本把乡。オフィスはアットホームで和気あいあいとした雰囲気でしたね。VTR の紹介にもありましたが、ワンピースや夏目友人帳など非常に人気な作品が熊本県から誕生していますが、こちらはなぜでしょうか？熊本ではですね、図書館などで漫画を借りれるようなところがたくさんありまして、でそういった漫画を読んで育った人がたくさんいるんですね。それから漫画のことを学ぶ環境も整っていて、例えば公立高校で初めての漫画学科を設立した高校があったり、声優を育成する大学があったりするんですね。このように漫画に触れることができる環境があるということ、それから漫画を学ぶ環境があるということがその理由だと思います。なるほど。ワンピースも夏目友人帳も中国で大人気な作品ですね。ところで話はまた変わりますが、5月末に上海で作られたクルーズ船アドラクルーズ号が新設され、上海から熊本に行くルートができたと聞いていますが、上海から熊本に中国の方行かれた時、一番何をやってほしいですか？世界最大級のカルデラがある阿蘇という山に行ってほしいですね。活火山ですので、火山があるのでその近くに温泉があったり、新鮮な湧き水が出てる水源があったりするんですね。その近くにある道の駅では、牧場からの直送の牛乳で作ったアイスクリームを食べることができるので、ぜひ皆さんに行ってほしいです。反対に上海に来る日本人にやってほしいことは何かありますか？中国の公園をまず見てほしいなと思います。私もその留学している時によく公園を通って通学をしていたんですけれども、日本では見られない風景で、例えば多くの人がこうダンスをしていたりですとか、コマの練習をしていたり、水をつけた筆でこう字を上手に書いている人たちがいて、すごく中国の雰囲気を感じることができるなと思いますので、皆さんにこうお連れしたいなというふうに思います。泉さんの思い出たっぷりの上海を他の日本人の方にも満喫してほしいですね。それでは都道府県所長コール、お友達のご紹介お願いします。はい、スキーで有名な長野県の神林所長をご紹介したいと思います。はい、それではお電話お願いします。はい、あ、もしもし、神林さん、熊本上海事務所の泉です。お世話になります。神林です。泉さん、こちらこそお世話になってます。こんにちは。神林さん、突然ですけれども、6月29日の昼間って空いてますか？はい、6月29日ですか？ちょっと待ってくださいね。予定を見てみます。あ、はい、29日昼間大丈夫です。あ、そうですか、よかったです。はい、神林さん、はじめまして。はい、私、中日新司会の石岡と申します。あれですか、ひょっとしてもしかして噂に聞いていた例のあれですかね？所長コールですよ。神林さん、熊本県から長野県にバトンをつなぎたいんですけれども、よろしいでしょうか？もちろん大丈夫です。喜んでお受けいたします。それでは神林さん、次回の収録 OK ですか？ OK です。ありがとうございます。ご紹介ありがとうございました。はい、先ほどからですね、泉さんの隣にちらちらかわいいくまモンが見えてるんですが、はい、こちらもしかして私たちへのお土産でしょうか？はい、そうなんです。このくまモンを今回お土産としてお持ちしました。ありがとうございます。それでは一緒にこちらの棚によろしくお願いします。はい、それではくまモン、こちらにお願いします。はい、それにしても可愛いクマですよね。実はクマモンは中国語ではシオンベンシオンなんですけれども、クマではなくて小さい男の子なんです。クマじゃないんですか？そうなんです。男の子という生物。はい、そうです。知らなかったです。はい、今日は本当にいろんな熊本のお話伺いましたが、そういえばまだ方言伺ってませんよね。何か一つだけ紹介してもらえませんか？はい、では
熊本の方言で無シャンヨカという言葉をご紹介したいと思います。無シャンヨカですか、はい、こちらどんな意味でしょう。はい、これはかっこいいとか素敵とかそういう意味なんですね。そうなんですね。今日は無シャンヨカなお話ありがとうございました。ありがとうございます。それでは CM の案内ご一緒にお願いします。はい、CM の後も無シャンヨカ番組が続きます。